ミカサたちはエレンとヒストリアの身代わりとして拉致されたジャンとアルミンを救出し、その場に実行犯たちを拘束すると、リバ銃声です。ほら、やっぱ何かあったの。多分あった。兵士長からの伝言はこう。あ、それって人だと。おい、エレンたちだ。馬車を追うぞ。はい。いいか、奴らは対人の戦闘に慣れてる。もうエレンたちを取り戻すためには躊躇するな。了解。やつらは偽の馬車まで用意してやがる。片っ端から確認していくしかねえようだ。散開しろ。手分けして馬車を探すぞ。深淵だ。馬車を見つけたのかもしれない。いいか、相手が人でもためらうんじゃねえぞ。深淵弾が上がった場所に急がないと。エレンが近くにいるかもしれない。ミカサ、こっちだ。まだだ。こいつらが邪魔で馬車を探さねえ。悪いが援護を頼む。馬車はここからは見えねえ。こいつらはただの石膏らしい。まずいよ、完全に後手に回ってる。僕たちの動きが読まれているのかもしれない。片付いたか。助かったよ、ミカサ。早くエレンが乗った馬車を探そう。深淵弾を確認。馬車を見つけたのかもしれない。エレン、すぐに助けるから。敵はエレンを生きたまま連れ去ろうとしてる。あの場所は僕らを混乱させるための偽物だ。エレンとヒストリアを失うわけにはいかない。たとえこの手を汚しても。相手は俺たちを殺そうとしてるんだ。情けをかける余裕なんてねえ。エレンはどこ？裏道から内門に向かっている馬車がある。そいつが本物かもしれねえ。俺はここまでだ。馬車を追うならこのガスと刃を持って行ってくれ。分かった。
ところにもいるのかよ。この状況まずいだろ。ありがとうな、助かったぜ。もう戦えない。このガストライバーは君に託すよ。急いで馬車を見つけないと。くそ、待ち伏せしてたのか。誰か応援来てくれますかね。相手に遠慮してたら味方が殺される。コニー、分かってる。分かってるって。だけどよ、急いで馬車を見つけないと。ありがとうございました。死ぬかと思いましたよ。すまない、離脱する。ガスと刃を受け取ってくれ。はここで死ぬんだ。まだだ。ずいぶんと大掛かりじゃねえか。よほどエレンとヒストリアが欲しいらしいな。くそ、俺が必ず連れ戻してやる。私からエレンを引き離すなんて許せない。冷静になるんだ、ミカサ。大丈夫、僕たちならきっと取り戻せるよ。私たちの使命は巨人と戦うことだと思ってたんですけどね。まあ、人を守るための兵団なのに、なんで人と戦わなくちゃいけないんだ。この辺りの敵は片付けた。エレン、エレンはどこなの。見つけたぞ、馬車はあそこだ。アルミン、ジャン、馬車に移れ。他は援護だ。はい、ジャン。まずい。アルミン、ジャン。エレンたちを奪われたリヴァイ班は対人制圧部隊の追跡を。どうした。いえ、わからないことがあって。僕が撃とうとした時なのに。それは相手が一瞬撃つ。僕が殺した人は。お前の手は汚れちまったんだ。引き金をすぐに引けたのは仲間が殺されそうになっていたからだ。お前が手を汚してくれたおかげで。
兵長、俺は人と戦うなんて間違ってると思ってました。でも間違ってたのは俺でした。ああ、お前がぬるかったせいで俺…申し訳ありません。ただし、それはあの…何が正しいかなんて言ってない。お前は本当に間違って…え、